ラブリは日本のファッションモデル、タレント。本名は白浜愛で、アーティスト活動は白浜泉名義で行う。芸名のラブリは自身のクリスチャンネーム。アーティストハウスピラミッド所属。愛媛県松山市出身。松山市立八坂小学校、松山市立桑原中学校卒業。十七歳で東京に上京して六本木のパン屋。 赤坂の小さな喫茶店でアルバイトをしていた。上京してからは弟の白浜アランが高校を卒業するまで二人暮らしをしていた。2010年4月、初オーディションで唯一合格した目覚ましテレビのリポーターを始めるも、仕事は月に一回するくらいで、その他に仕事がなかった頃、将来に不安を感じて、 手に職をつけようとヨガのインストラクターを目指して学校に通った。2012年2月にポンのお天気お姉さんのオーディションに応募して合格し、4月から12月まで番組に出演していた。同年9月から現在の事務所であるアーティストハウスピラミッドに所属し、10日間で13本のテレビ番組出演を決めた。9月1日に 第2回東京ガールズコレクション in 名古屋201210月13日には第15回東京ガールズコレクション 12AW に出演。同年12月、ファッション誌 JJ の専属モデルとなり2013年2月号から紙面に登場した。2013年4月からカジュアルシューズブランドレアルタイメージモデルとなる。 2015年11月21日発売の JJ2016 年1月号で専属モデル卒業を発表。2018年白浜泉名義でアーティスト活動を開始。古典を開催したり楽曲をリリースしている。同年6月フィリピン観光親善大使に任命される。2019年11月27日 自身の30歳の誕生日に、元、メンズ、ノンノのモデルで、映像作家の米倉京太と結婚。2020年4月3日、第一子妊娠を報告。同年5月30日、第一子となる女児を出産。2021年1月20日、2019年5月に、和歌山県白浜町の宿泊施設の一室で、一緒に旅行していた。 知人女性に強制わいせつ行為をしたとして、2020年3月に書類送検されていたことが報道された。なお、ラブリ側は解決金として、被害女性に500万円を提示した。白浜泉に関するカテゴリー、ありがとうございます。